はい、皆さんこんにちは、なつきです。今回はオードリー・ヘップバーンを鉛筆で描いてみました。それでは早速描き方解説していきたいと思います。使用した鉛筆は三菱の灰に、紙は A4 の剣と紙、制作時間は約7時間半となってます。今回は初心者でもうまく描けるコツ3選ということで、僕がいつも実践している3つのことを紹介していきたいと思います。いきなりまず1つ目です。目の中にある光を絶対キープすることです。選ぶモチーフによってはそもそも目の中に光がないってこともあるんですけど、基本的に目の中にある光っていうのは体の中で一番明るい部分です。たとえその選んだモチーフの目の中にある光が、どう見ても一番明るくないように見えたとしても、明るさを落とすってことは後からいくらでもできますので、まずそこの光を絶対キープしながら描き進めていくってことが、綺麗に見える、うまく見える、写真っぽく見える絵の描き方のコツです。なぜそこが一番明るいとリアルに見えるかという話なんですけど、目っていうのは水で濡れてます。他に体の部位で明るくなりやすいところは鼻の頭とかおでこ、ほっぺたといったところです。その理由としては、シンプルにその突起している部分であったり、肌の油が溜まりやすい部分です。なのでその部位が目の光よりも明るくなってしまうと、言い方を変えればテカっているように見えます。油でテカっているように見えちゃうんで、逆に油でテカっているような表現をしたいときは、目の中の光よりも明るくそこをハイライトを入れることで、そういった表現が可能になります。なのでポイント一つ目の目の中の光を一番明るくするっていうのを簡単にまとめると、今回描くこの絵の明度を目の中の光を基準に描いていくということになります。鉛筆画にはカラフルな色はないので、この鉛筆の色白と黒だけなんで、もう明度っていうのがすごく大切になります。なんでこの初めに目の中の光っていうので明度を決めたのを基準に描いていくことで、全体として絵全体としてバランスが、光の加減のバランスが良くなります。鉛筆画があまり上手じゃない人の作品を見てみれば、やっぱりその目とか鼻とか口、耳、顎、おでこっていうところで、その光のバランスっていうのが全部ねバラバラになっちゃってることがあって、顔全体を作品として見た時にすごくその明度のバランスが揃ってなくて、コントラストがめちゃくちゃな作品がよくあるので、そこを気をつけるだけでもグッと作品のレベルは上がると思います。で次は、うまく描き方のコツ2つ目です。絶対に指でこすらないことです。よくピントがボケた表現やモヤモヤっとボケている表現をするために指でこする人がいるんですけど、それは指でこするのはきっとデッサンをしている人の癖だと思うんですけど、指でこすると手の油がつきます。必ずつくんで、これは絶対にしちゃダメなことです。鉛筆画は本当に繊細な仕事をしているんで、手の油がつくだけでそこにもう色が乗らなくなっちゃったり、逆に消しても消えなくなっちゃったりとか、本当にもう手でこすって嫌な思い出がたくさんあるんで、絶対にしないでください。じゃあどうやってそのボケた表現をすればいいのかってことなんですけど、基本的に僕は綿棒や擦筆、あとは綿コットン、ティッシュを使います。それは描いていく上で自分の好みっていうのがきっと出てくると思うんで、それに合わせていけばいいと思うんですけど、僕綿棒は綿棒でも、先のとても広くて柔らかい綿棒を使うようにしています。硬い綿棒を使うと、ぼやけるというか、その鉛筆の粉が伸びるというよりかは、その綿棒の硬さでその紙の上に乗っている鉛筆の粉でさらにもう一度描くみたいな表現になっちゃうんですね。これちょっと難しいんですけど、ぜひやってみるとちょっと感覚がつかめると思います。で逆に鉛筆だとちょっと硬くて、でも細かいところをその柔らかい表現をしたいっていう時には擦筆っていうのを使います。こする筆と書いて擦筆と読むんですけど、聞き馴染みのない方が多いかなと思います。綿棒よりも細くて硬いものです。しかも自分で買った鉛筆削りで鉛筆みたいな形に削ることができるんで、自分の好みに合った形にして使うことができます。Amazon とか普通に画材屋さんでも売ってるんで、そんな高価なものじゃなくて、1本100円するかしないかみたいなもんなんで、今ちょっと制作鉛筆画にちょっと行き詰まっている方がいらっしゃれば、導入してみるのもかなりありだと思います。ちなみになんですが、僕はさっき言った綿コットンやティッシュ、綿棒、擦筆といった使い分けは、そのぼやかしたい範囲で使い分けています。
はい、では次が最後です。初心者でもうまく書く書き方のコツ3つ目です。これはとても簡単なことなのでびっくりするかもしれないんですけど、画用紙じゃなくて剣と紙に書きます。画用紙は画用紙でザラザラとしていてとても素晴らしい表現ができるんですけど、剣と紙っていうのはとてもツルツルな紙です。もう僕が知ってる限り一番ツルツルな紙だと思います。まあ、ツルツルになった分ね、なんかそのちょっとした感覚の違いっていうのは生まれてくるんですけど、まあ、そんなんも 1,2 枚書けばすぐに慣れてくるものだと思うんで、まあ、ぜひ行き詰まっている方がいらっしゃれば剣と紙に書いてみてください。もうツルツルになることで特にキメの細かい表現のしやすさが劇的に変わります。ということでオードリー・ヘプバーン完成になります。